東京オリンピックのマラソン競歩の会場として使用するため立ち入りが禁止されていた大通公園、およそ4ヶ月半ぶりに一部エリアが開放されました。オリンピックのために立ち入りが禁止されていた大通西2丁目から4丁目のうち、大通西4丁目エリアのみ今日から立ち入りができるようになりました。およそ4ヶ月半ぶりの再開です。ただ元通りに整備されていない芝生エリアへの立ち入りは制限されます。封鎖されてた時はちょっと遠回りというか、もう一個なんか一個先の方行ってから戻るっていうことをまあよくやってたので、通れたのはすごく嬉しいです。大通り西2丁目と3丁目はオリンピックに使用した機材などを保管しているため、今月末まで立ち入り禁止が続きます。